はい、ちょっと自己紹介お願いします。英語肉取り扱ってます、バンビです。俳優の方、自己紹介お願いします。はい、高松です。お願いします、自己紹介。はい、ちょっと今日3人いるんですけど、珍しくね、ちょっと僕がこっち側にいるってことで、何をやりたいかっていうと、俺についてのね、あのクイズをね、作ってきたんですよ、今日。原田王。原田王。第1回原田王ということで。まあ簡単に言うと、なんか俺の生い立ちから今までの年表みたいなのを、はい、まあクイズ方式、あれ、穴開きね、虫食いのクイズ方式にしてきたんで、何があったかを当てる。そう、何があったかを当ててもらおうかな。誰が一番詳しいかみたいな、ね。まあ、最近はちょっとあんまり会う頻度やりましたけど、うん。そうですね。まあ、よく会うメンツなんで、俺のこと詳しいかなと思って。この3人に来ていただきました。はい、自信ありますか？俺もうやめたんですよ、雑魚キャラみたいな立ち振る舞い。あ、いやもうこれ余裕っすよみたいな。やめたんすよ、俺。これは自信ある。結構ちょろいと思います。知識はもう誰にも負けないわけよ。ちなみにガチで生まれた時だから、カナダから。いやー、わからん。今関係ない、今関係ないよ。じゃあ行きますか。1問目。え、これはね、さすがに当ててほしい。ガチ、あ、ちょ、視聴者の人もね、一緒に考えてみてください。はい。1994年3月、まるまる県にて生まれた。じゃあ次、2問目いきます。まあちょっと飛びまして、1998年3月、まあ僕3月誕生日なんですけど、まあその4歳の誕生日かなに、まるまるまるを初めてやる、初めてやるっていうか、買ってもらうとかの方がいいかもしれないですね。え、4歳の時ですよね。4歳の誕生日っす。ポケモンを買ってもらう。あ、一緒。正解は、そう、ポケモン。まあさすがにね。2004年4月、福岡県宮山、あ、じゃ福岡県世田谷町立大江小学校に入学します。はい、それ初めて知った。いや、これはね、覚えなくていいっす、あんまり言ってないんで。で、その時の出席番号を答えてほしい、俺の。知らねえわ。ちなみに2クラスあって、20、20とかっすね。おー、まあ、まず20人クラスの俺が、まあ、ちなみにそれ、途中でその少子化っていうか引っ越しとかで、まあ、クラスの人数がめっちゃ少なくなって、最終的に1クラスになるんだけど、まあ、それでも俺出席番号は変わってないですね。小学校を通してその番号ずっと、メンバーずっと一緒だったってことな。まあこれヒントですね、小学校を通して全部一緒は割と。ヒント。いや、しかもたまにこれ動画とか生放送でも言ってる。あ、そういうことか。うん、あ、もういいっすか。いいっすよ。じゃあバンビーさんどうぞ。21。ああ、え、あれ20-20でやる。あ、20-20。じゃあ、今、11。あ、11。いや、ちょっと今、バグった。数字数えれない人が。え、こっち何？ダンノガさん。16かな。あ、じゃあ、フラザワさん。1。正解。うぅー、本当に、本当に、なんで1番なんですよ、俺。え、全員ハグをしちゃって、俺。いや、じゃなくて、俺、中学校からは、あいうえお順だったんだけど、小学校の時、なんか地域順で出席番号決められてて、なんか俺の地区が一番最初だったんだよね。で、俺1番。で、もう、小学校6年間通して出席番号1番。俺らのレギュレーションが違う。全国共通だと思ってた、このルール。ちなみに俺は1番が嫌いでした。その理由は、なんか、音楽のテストとかある時に、出席番号1番のやつから歌わされるから。ああ、一番最初にやつだ、環境作んなきゃいけない。環境作らされた。ガチで嫌いでした。2003年ですね、まあ、小学3年生ぐらい、はい、ちょっと何歳ぐらいかちょっとよく覚えてないんですけど、まあ、とあることをやってしまい、クラスの人たちからいじめられます。まあ言うていじめられるって言ってもね、2週間ぐらいですよ、とあることをやっちゃってね。あー、やりそうだな。その俺がやった行動をちょっと答えてほしいです。なるほどね。好きな人の立候補だもん、ダメ。いや、まあ、俺がちょっとやってそうだし。好きな女の子にクソみたいなあだ名をつける。改造。あー、ちなみに正解者は、イエス。おばあちゃんの財布から1万円を盗みに。幼少ちゃんで。おばあちゃん、海外じゃない。なかったです。いや、だから、これは俺が悪かった。ここで学べたから。そうそう。この、こういう行為が悪い。7年目だな。そうやって子供は成長していくんで。はい。じゃあ次いきます。2006年、福岡県宮山市立世田谷中学校に入学します。はい。入学時、最初につけられたあだ名は○○。ハラちゃん。バロリ。タツノリ。正解は、ニューハラダです。まあ、中学エピソード終わりで、まあ、卒業してね、まあ、2009年4月、○○○に入学。ここ当ててほしいですね。有明高専。おお、開成高校。いや、バービーさん正解です。すごいね、覚えてた。みんな知ってるやろ。
2010年5月、まあ、僕ね、高校2年生のゴールデンウィークですかね、まあ、人生で初めてのアルバイトをするんですけど、まあ、そこのアルバイトの、まあ、何をやってたか、まあ、別に場所でもいいっすね、働いてた場所でも。俺これ知ってるよ。分かった。え、普通に知ってるやつ。銀だこ。僕も一緒です、銀だこ、たこ焼きやつ。これはだってなんか、この間銀だこをみんなで食った時、これは優秀だったわけにしてますよ。いや、それはしてない。してない、してない、してないって。若干してない。そんなシャシャってないって。たこ入れるのがうまいんだよね。そんなこと言ってないで。違う。え、場所でもいいんだよね。場所でもいいよ。西成。いや、俺その時まだ関西のうちに足踏み入れてないっす。ちなみにこれ場所は、あの、銀だこのね、バイト経験はあるんですよ。高2の、それ3月なんですよね。だから、うん、もうちょっと後の動物園でバイトしたの。動物園？あ、違う違う、正解動物園です。動物園？いや、戻って出して言ってよ、普通に言ってよ。初めてバイトした場所は動物園です。動物園何してたんですか？え、象飼ってた。動物を、うん、動物は、いや、でもその実家に猫はいたけど、まあでも従えてたらしいですよ、象とか。象とか。まあ、2012年、有明高専を辞めました。辞めた理由を答えなさい。単純に勉強は嫌で成績不振だった。家庭環境的に一人暮らしをしたかった。動物園の象が忘れられた。高2か高3ぐらいの時に、まあ、ニコニコ動画にハマり始めまして、うん、僕がね。で、まあ、そのゲーム実況動画とかをよく見るようになって、まあ、俺もなんかそういう活動したいと思ったんですけど、まあ、実家だとできなさそうだったんで、あの、配信活動したかったんで学校辞めました。で、2012年5月、まあ、人生で初めて〇〇〇をやる。一人暮らしとかバイクに乗る。ホームレスになる。違う違う。本気で当ていきました。当ていきました。いや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 、いや、一人暮らしが一番欲しい。でも一人暮らしし始めたのは、俺がもう高校やってすぐ4月とかの配信始めた。あー、実質正解。ちょっと惜しいけど。正直それしかないもんじゃない。配信はちょっと実はもうちょっと前にやった。ああ、そうなんだ。ポケモン対戦生放送初めてやったのは、まあ、2012年の5月、はい、伝説の始まりね。伝説の始まりっすね。理由これでやめたんでしょ、うん、あ、そうっすよ。じゃあ行きます。2030年3月。あ、はい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 、2030年3月、はい、行けるより、うん、まあ、とあるお店が開店するんですけど、うん、まあ、その開店に、まあ、俺がちょっと資金援助100万円、はいはい、まあ、どこに従ってるのかあってほしい。2030年3月です、はいはいはい、みんな多分通る、2030年3月え、未来史ですかそれ。じゃあ俺から行きますわ。もう一発で終わらせます。はい、次は、はい、牛頃バンビーナ、バロル牛角。焼き肉バンバンビー、名物メニュービビンバンビー。じゃあ現実にしますか。現実にしてください。そうですね、うん、現実にして2020年3月ね、うん、2020年、2030年3月。ちょっと場所とか探しとかないとね。2030年ぜひお越しください。まあ、2015年の、まあ、夏ですね。そこまで俺福岡県に、まあ、住んでたんですけど、今までのそれまでの生活を全て捨てて丸々で日本を横断しようとするが、どこどこで力尽きる、まあ、21歳の僕は行動力がありました。原付きで日本を横断し山口に力尽きる。、はい、やばい。まあ俺もちょっとまあまあ似ちゃったんだけど、はい、まあ、自転車普通に、あ、自転車で日本を横断し、まあ、山口に力尽きる。まあ隣でやっぱ、まあ、現実的に無理だよなって。レースに戻る。ちょ、アンノルさん、竹馬で横断しようとして、竹馬で日本を横断しようとして、はい、あの、青森で力尽きた。いや、惜しいな、あとちょっとだったな。そう、もうちょいやったんだ。いや、でも、竹馬で青森から北海道渡れるんですかね。俺知らないけど、渡れるんだ。どうせトンネルあるから。そうだね。いや、竹馬でなんかさ、すごい、あ、なんか行ったよね。ちなみに、竹馬で福岡から山口は横断できます。はい、経験者、経験者ね。はい、これガチ近いんじゃない？ガチです、これは。知ってるんで。はい。いや、正解は、まあ、
今までの生活を全て捨てて原動付き自転車で日本を横断しようとするが京都府で力尽き。あー結構いったな。いやでもこれ結構記憶に残ってるんだよね。1週間ぐらいかかったんだけど結構楽しかったっすね。ガチで1週間ぐらいかかった。ガチで1週間、1日目標立てて1日1軒は越そうっつって、うんうんうん、で、まあ、1日目福岡県越して、うん、2日目山口越して広島かな、うん、広島越して楽しかったっす、これはガチで。いや野宿もしましたよ。あ、そこで野宿か。ネカフェにも泊まったりして、うっすら記憶残ってるんだよね。ドリーマーだったね、ガチで行動力あった、この時21歳の俺。今とは大違い。今とは大違いですね、今行動力ないんで。2019年3月。ああ、めっちゃ最近ね。まあ俺ね、あんまりその福岡県に戻らないんですよ。まあ久々にね、福岡県に行きます。2019年の3月に。で、まあこの時、まあ、俺小学生の時にね、初めて好きになった女の子と遊ぶ約束をしてたんですけど、とある事件がね、起きてしまいます。その事件とは何か。あ、マジです。なんでこんなピンとくるんだろう。ちなみにこれはめっちゃ楽しみでした。あ、それはね、ラブリーさんが言ってた。初恋の女の子の人と大人になって遊ぶときは誘るって。ラブリーさんが言ってました。え、言ったらバルーさんも誘いかけてたわけですよ。いや、俺もウキウキだった。誘りに誘ってたわけですよ。でも誘れなかった。振り下ろす場所がなかった。とある事件がね、起きます。まあ、福岡ね、これこの目的だけで帰って行ったわけじゃなくて、まあ、他にも何個かやることがあって、うん、まあ、行ったけど、その中でもこれが一番楽しみだった。ただ、とある事件によって達成できなかったと。クソなりました。見たくなんだろうな。ちょっと調べていいですか。なんのえ、それ何年でやつこれ2019年3月。めっちゃ最近。めっちゃ世界勝負で変わるかもしれない。あ、分かった分かった分かった。え、ちょっと見るのずるくないですか。え、じゃあいい。ごめん、見せよ。いいよ。え、それは分かった分かった。じゃあ見せて。あーね、あー、理解したわ。小学生の時に初めて好き、乗ってた。小学生の時に初めて好きになったし、高校生の時も好きでした、普通に。はい。たまに会ったりしてたんですけど、普通に好きでした。来たわ。OK。OK ですか。はい。バンビーさんから。好きだったが、はい、名前を思い出せなかった。だから会う直前まで、めっちゃ好き、お楽しみって、あれ、名前なんだっけみたいな。で、やべやべやべって逃げた。これ事件。ありそうじゃないですか。意外となんかあれね、会う直線だって俺が萎えるパターンね。やっぱ面倒くさいね。ガチ考察。結婚してた。ああ。まあよくないよな。ああ。ちょっと萎えた。ごめん、やっぱ会えないわみたいな。ああ。かっけえな。ああ。広川さん。あの事件ですよね。うん。あの春間富士の暴力事件。え、どっち巻き込まれた？あ、そう巻き込まれた。巻き込まれた。で、入院中で会えないみたいな。あるなぁ。あ、まあまあまあ、成長。成金って言うでしょ。成金。あ、ちょっと変えていいですか？あ、いいっすよ。変えていいですか？え、彼氏がいた。あ、一番普通だね。はい。正解は、まあ、ウキウキで俺ね、遊ぶ、まあ、場所とかも決まってて、まあ、ウキウキでそこを向かって、まあ、言ったら俺福岡、その俺の地元なんだけど、まあ博多からちょっと離れてるんだよ。まあ、電車で行って、まあちょっとウキウキだったのに1時間前ぐらいに着いてたんですけど、だから当日の1時間前ぐらいになって仕事が忙しいっていう理由で当日にブチられる。はい、で、俺もその自殺家を見えたんで、電車降り、ちょうど俺がその地元に着いて電車帰って、その駅に降りた時に電話かかってきて、あ、もしもしっつって、ちょっと仕事で忙しくて行けないそうにされて、俺マジ慣れて飛び降りようかと思って線路の中に。え、じゃあ その時期が乗りかけたね、新聞には。危なかった。あつこも人生の分岐点だった。あ、ギリギリ耐えたね、うん、最も死に近くなった瞬間、はい、生命の危機を感じました。当てて欲しかったんですけど、当てに行ったんですけど、いや結構ガチだ。僕は結構ガチに当てに行ったけど、僕も当てに行った。そそるぜこれは。先空、石神先空、坂は